引き返るかは、カエルのトガの一つ。引き、ガマガエル、ガマ、イボガエル、引きカわず、引き、バなどの衣装を持ち、感銘を引き返るという。北アメリカ大陸、南アメリカ大陸、アフリカ大陸、ユーラシア大陸、日本、インドネシア日本には、外来種一種を含む一族四種一種が分布する。四士が、比較的短く、肥大した体を、のそのそと運ぶ。 水かきもあまり発達していない。後頭部にある大きな磁線から強力な毒液を出し、また皮膚、特に背面にある多くのイボからも牛乳のような白い有毒の粘液を分泌する。この毒によって外敵から身を守り、同時に有害な細菌や寄生虫を防いでいる。不要意に素手で触れることは避けるべきで、触れた場合は後でよく手洗いする必要がある。 次戦の毒液は勢いよく紛失することもあるので、これにも注意を要する。この毒液には、心臓機能の更新作用、すなわち共振作用があるため、漢方では乾燥したものをセンソと呼んで省薬として用いる。主要な有効成分は、ブフォートキシンなどの数種類の共振ステロイドで、他に発痛作用のあるセロトニンのような神経、伝達物質なども含む。動作は鈍く。 多くのカエルのように頻繁には跳ねない。寿命は最長で10年ほどで、古い庭先に居着いたものなどは、人の存在に慣れて、同じ個体が日常的に目に触れるようになる。自社や人家の小さな池等でも繁殖しており、幸運の際など、自然の少ない街中の往来に突然現れて、人を驚かしたりすることもある。主に夜間に活動し、舌を伸ばして、 昆虫類等の小動物を取る。跳薬能力の発達したアカガエル科やアマガエル科などのカエルと違い、全身で獲物に飛びつくことはあまりなく、舌だけを長く伸ばす傾向が強い。春の訪れとともに夜によく鳴くようになり、鳴き声はカエルというより鳥の鳴き声を思わせるものである。孵化した妖精、すなわちオタマジャクシは卵自体が比較的大きいので、 生まれた直後はむしろ目立つ大きさだが、赤ガエルカやアマガエルカのカエルのように時間をかけて大きく育ってから変態するのではなく、かなり小さなうちに変態して、妖体のカエルとなる。そのため飼育下でオタマジャクシから変態させた妖体を飼育することは、かなりの技術を要する。飼育下での繁殖例も、ほとんど知られていない。50属におよそ590種が属する。 次のような系統順が得られている。ありがとうございます。